はい、こんにちは、こんにちは。はい、こんにちは。いいね、よし。というわけで皆さん、こんにちは。今日はですね、コメント返信をいくつかやっていこうと思います。トレーニングの動画で皆さんコメントをしてくれたので、質問回答ですね、やっていきたいと思います。じゃあまず一つ目の質問なんですけれども、ハズバンダリートレーニングの動画の質問ですね。後ろの方になるにつれて、足ですね、後ろの足になるにつれて触るのを嫌がるとのことでしたが、それなら採血はどうして後ろ足なのでしょう。採血待機のために指示が必要だからかなと推測していますが、というコメントが来ていましたね。本部どっか行っちゃうの。まあいいか。で、この質問っていうのは結構いい質問で、アザラシやアシカっていうのは前足で血液を取ることができます。ただアザラシに関しては後ろ足の方が血管が見えやすいわけですね。普段普通にしてるとなかなか見えないんですけど、こう後ろ足を温めたりすると血管が結構見えてきます。で、あと、後ろ足のヒレの先の血管が針を刺した時に一番痛がらないというのも理由の一つですね。足首とかあとは腰とかからも採血する方法がありますが、なかなかトレーニングが安定しません。あとやっぱりこういうね、前足とかで血を取るってなると結構動きますし、あとアシカとかだと噛まれる危険性とかも考えると、後ろ足の方が落ち着いてできるというのも大きな理由ですね。続いて、音符ちゃんの白目って見たことがありますか、どんな時に見れますかというご質問。何かを追いかけている時によく見れます。観察してるとね、意外と見れるので頑張ってみてください。今はなかなか見れないですね。アザラシにもちゃんと白目はあります。続きまして、このフンタッチですね、フンタッチどのぐらい続けることができるのでしょう。初めはツンとするだけだったけど、だいぶ長く待てるようになったねということで、はい。これはですね、トレーニング次第ですね。今の音符は10秒から長くても20秒ぐらいだと思います。地道にこのタッチをする、タッチする時間を伸ばす練習を続ければ1分でも5分でもタッチし続けることができるようになります。続いて、ハズバンダリートレーニングは哺乳類に有効なのでしょうか。パンダ、ゾウ、キリンなどの飼育でも耳にしますが、鳥類や爬虫類でも効果はあるのかなということで、鳥類でもやれます。インコが自分で体重計に乗ったりとか、あとは爪切りをしたりとかっていうのはよくトレーニングされる例ですね。で、実践例は少ないですけど、爬虫類でもおそらく可能です。というより結局のところ、このトレーニングっていうのは動物の学習の仕組みを利用しているだけなので、学習をする動物だったら何でもトレーニングできる可能性というのはあります。次も同じような質問なんですけど、ハズバンダリートレーニングはシロクマやペンギンもやるのでしょうか。やるとしたら何日例ぐらいから始めるのでしょうか。小賀水族館だと主にホッキョクグマは採血トレーニングを行っています。これも動画出しているので、説明の欄に下のところにリンクを貼っておきます。で、ペンギンもホイッスルは使っていないんですが、体重計に乗ったら餌がもらえるというトレーニングはしていますね。体重計に乗ったら餌をあげて、で、ペンギンの体重を測るという練習は行っています。動物の場合は餌を強化しにしてトレーニングをすることがほとんどなので、基本的には餌がある程度安定して食べれるようになったらトレーニングはできますね。ホッキョクグマの吹雪だとだいたい生後半年ぐらいからトレーニングを始めました。続いての質問、音符ちゃんはもう触られても全然平気なんですね。他の子よりも触られても平気なタイプだったりするんでしょうか。今触れますけど、全然平気ということでもないです。ここ最近生まれた子だと、ジェット、音符、アンズの順で大丈夫ですね。ジェットが一番こう触られるの、慣れるの早かったです。あとはやっぱり年々こう私たち飼育員もだんだんこうトレーニングの技術がレベルアップしていくので、そういう点でも音符がこう触られるのに慣れるのが早くなってるっていうのは私たちの技術の上昇も若干あったりしますね。続いて、小賀水族館ではハズバンダリートレーニングができていたのに他の飼育先に移るとできなくなることもあるのでしょうか。
まあ、これは基本的には大丈夫だと思いますけど、やっぱり例えばこう触り方の細かい癖とか違って警戒することはあるので、完全に最初からっていうことにはならないですけど、やっぱりこうある程度トレーニングし直しってなったりすることはあります、まあ、ただ、初めて教えるよりか全然時間はかからないですね。前にテレビで獣医さんが、動物は他者に触られるというのはイコール死ぬ、殺されるという意味になるので、ハズバンダリートレーニングが大切なのだと言ってました。実際そうなんでしょうか。まあ、結局この動物が、どう感じているっていうのは何ともわからないんで、まあ何とも言えないんですけど、まあ、やっぱりこういう私たちも仲いい人でも、あの急になんか友達が背中とか触ってきたら嫌じゃないですか。何まあそういう感じだと思います。友達でも仲いい友達でも急に足首とか掴んできたら、まあやっぱり嫌じゃないですか。動物はなんでそういうことされてるとかっていうのも分かんないんで、まあ、それでやっぱり怖がります。まあ、死ぬとか考えてるのかは分かんないですね。まあ、やっぱりハズバンダリートレーニングができないと、やっぱり動物を押さえつけて血を取らなきゃいけない、結構力を、かけて押さえなきゃいけないことっていうのも出てくるので、あとは麻酔をかけたりとかですね、まあ、そういう負担っていうのがあるので、それを軽減するためにもハズバンダリートレーニングはとっても大切です。オンプちゃん回転覚えたんですね。途中で止まったり反対側から回ったりなども今後教えるのでしょうか。まあ、これはいろんなトレーニングとの兼ね合いがあるので、今すぐにというわけにはいきませんが、今後教えようと思ってます。まあ、楽しみにしていてください。続きまして、お腹を見せてくれるようになると健康管理がスムーズになりますか。まあなりますね。例えば音符もね、ちょっと見せれる、お腹見せれる、はいで見せれるこんな感じ。お腹見せれるようになると、怪我とかした時に触ったりもできるようになりますし、例えば大人になって妊娠したら、エコー検査とかもしなきゃいけなくなるので、そういう時にお腹を見せるトレーニングというのは役に立ちます。続きまして、いつも思うのですが、お魚こんなに食べてお腹壊さないのかしら。そもそもお腹を壊すっていうものがあるのかという話、まあ、糞尿とかはどうなっているのでしょうか。まあ、糞もおしっこも私たちと同じです。しっかり魚の骨も消化します。オンプ。ただアザラシがお腹を壊すことというのは当然あるので、まあ、もちろん食べ過ぎとかではなくあるので、そういう時は魚に薬を入れてあげるようにしています。食いしん坊のオンプちゃんの体重は何キロになりましたか。今27キロですね。ちょっと他のアザラシとの比較も載せておこうと思います。結構オンプたくさん食べてどんどん大きくなってるので、他のアザラシに体重が追いつきつつありますね。はい、続いての質問。完成までは滝添さんお一人でトレーニングしていたのでしょうか。毎日別々の飼育員さんのトレーニングでも情報交換していれば完成していくのでしょうか。はい、まあ、音符は今私がトレーニングすることが多いです。で、基本的に何かを教えるときというのはできる限り一人でやる方がいいんですね。なので完成まで基本的には私が一人で教えます。複数の人でトレーニングするときというのは、まあ、例えば私がバイバイを教えるとしたら、他のもう一人の飼育員は伏せを教えるとかですね、まあ、こんな感じで別々のトレーニングをした方がいいです。まあ、同じことをこう複数の人で教えようとすると、微妙にこう強化のポイントとかが変わってきて、動物が混乱してしまうことがあるんですね。で、まあ、ある程度トレーニングが形になってきたら、いろんな人でトレーニングするようにします。まあ、といった感じですね。まあ、皆さんいつも質問ありがとうございます。まあ、トレーニングの動画はちょっと編集とかに最近時間がかかっていて、なかなか頻繁には上げれないんですけれども、気長にやっていこうかなと思っていますので、皆さん、まあ、ゆったりと楽しんでいただければと思います。ではまた次回を楽しみにしていてください。バイバイ。バイバイ。はい、どうぞ。